こんばんは。春風旅行者の佐藤でございます。今回はですね、きよしこの夜が生まれた街、そういう街をご紹介したいと思います。きよしこの夜が生まれた街というのは、オーストリアにありますザルツブルク近郊のオーベルンドルフという街です。この街は、遠目に見ますとこんな感じです。本当に雄大な自然に描かれた、牧歌的なといいますか、のんびりとした田舎町っていう、そんな印象のイメージの街です。では、きよしこの夜は一体いつどのようにして生まれたのか。これはですね、1818年クリスマスイブの前日、今でいうイブイブですね、12月23日です。なんと教会のオルガンがネズミにかじられ演奏不能に、とんでもないことが起きたわけです。12月25日のクリスマスの日には、教会のオルガンの伴奏に合わせて、皆さんがミサのか信者の方々がミサの後で賛美歌を歌って、イエスの誕生を祝福するわけです。ところがオルガンが全く使えない状態になってしまったわけです。当時の状況で言いますと、ありえない、もうまさにありえない状況だったわけです。困った神父様は一体どうしたか。今の「きよしこの夜」の歌詞、実際はドイツ語なので日本語とは少しニュアンスが違うんですけど、ほとんど同じような意味なんですけど、その歌詞を書き上げました。そしてそれをどうしたか、村の音楽教室に、音楽教師ですね、音楽教室に対して、音楽教師に対して、ギター伴奏で、オルガン使いませんから、ギター伴奏で歌える、そういう歌を作ってくれ、作曲をしてくれと依頼をしたわけです。そこでできたのが、あの「きよしこの夜」。たった2日間であの名曲、今でも歌い継がれる名曲ができたわけです。これは今のオーベルンドルフにある教会です。で、実際のこの教会ではありません。当時の教会というのはもう取り壊されてしまって今はないんですけれども、同じ場所に新しい教会が建っています。ですから、ここが、いわゆるきよしこの夜にとっては聖地、行かれる方は聖地巡礼となるわけですね。では、そのオーベルンドルフというのは一体どこにあるのでしょうか。これはオーストリアのざっくりとした地図、下の方ちょっと切れてますけれども、ざっくりとした地図ですね。ここに首都のウィーンがあります。そしてこちらはドイツのミュンヘンですね。この赤いマーカーの場所がオーベルンドルフ。では、この辺りを少し拡大してみます。本当の名前はオーベルンドルフ・バイ・ザルツブルグ、ザルツブルグ近郊のオーベルンドルフで、ちょっと情けない名前なんですけれども、その元になっているのがここザルツブルグですね。ザルツブルグは皆さん有名、皆さんご存知で有名な街です。モーツァルトの生家もありますし、ちょっと地図を戻しますね。この辺り、ハルシュタット、夏は皆さん行かれますよね。非常に美しい風光明媚な場所で世界遺産にもなっている、このハルシュタット、そしてその東側、この辺りザルツカンマーグート地方というんですけれども、ここはサウンドミュージックの舞台になっている場所です。そういうところ、この辺りは皆さん行かれるんですけれども、ここはなかなか行かれない。行かれないのは日本人だけなんですね。あまり行かれません。やっぱりキリスト教圏の方っていうのは、その文化がずっとで、その文化の中で育っていらっしゃる方というのは、やっぱりここ行かれます。小さな町ですし、片道30分もかからないので、電車でも車でも30分かからないので、もう本当に半日で行って帰ってこられます。見るところというのは、この新しく建て直された教会と、それから近くに博物館があるので、実際その2つぐらいしかないんです。ですので、半日あれば十分行って帰ってこられますし、きよしこの夜の生誕の地ですから、非常に思い出深い、何か心に残るようなものがあるのではないかと私どもでは思っています。今回はですね、きよしこの夜が生まれた街、オーベルンドルフをご紹介いたしました。クリスマスマーケットは本当にここ年を追うごとにもう十何年以上ですけれども、だんだんと多くのお客様がいらっしゃいます。12月の前半なので、皆さんご存知だと思いますけれども、本当は12月の24日から4週間遡った11月の終わりからのアドベント期間に行われています。多くの町では年明けまでやっているところもありますけれども、実際はこの4週間なんですね。それがアドベント期間と言われています。で、大きな町のクリスマスマーケットというのは、それこそ本当に華やかできらびやかで、ワクワクドキドキするような、そんな感じですけれども、小さい町のクリスマスマーケットというのは、ちょっと家内製手工業でいろんなものを作った、例えば自家製のワインはもちろんですし、
農家の方のいろんなこうお野菜とかですね、あとはその瓶詰めを作られていたりとか、その家内製紙、家の中でもしくはご自身の村の中でいろんなものを作られた、そういったものが出品されていきます。それはとてもこうほっこりとするような温かい感じのするクリスマスマーケットです。今回はこの清子の夜が生まれた町オーベルンドルフをご紹介いたしました。これに限らず小さい町の、まあ、クリスマスマーケットであったり特徴的な町を私どもではどんどんご紹介していきます。それではチャンネル登録お願いいたします。ありがとうございました。